両親が別居して、母と私と妹でボロアパートに住み出した直後、あんな狭いところは嫌だ。お母さん怒ってばかりだし。と、母に靴投げつけて父側に逃亡した妹。怒られたんじゃなくて叱られたんだが、当時10歳では仕方がない。それが成長して、相続放棄の一筆書いてください。将来たかられないように、あなたたちとは縁を切りたいんです。と、来たのが衝撃だった。母は財産はいらないが、親子の縁を切ることには合意できないと突っぱねた。妹は、ああ、やっぱり、たかる気満々なんですね、と。これ以上ない見下した態度でバカにして帰っていった。できれば二度と会いたくない。父親か誰かが何か入れ知恵したか、まとめサイトやにちゃんに毒されてる感じがする。悲しいね。国営バカだな。妹30歳で立派に腐った証拠と金に対する執着を持ってるじゃないか。自分の証拠にふさわしい状況になるよう祈っておくよ。自分は父の財産総取りするつもりだけど、母親の遺産の相続は絶対放棄しないんだろうな。まさに千下馬。父方そんなに儲かってんの？っていうか、10歳程度で離れてそこまでこじれてるって、親父が相当悪口吹き込んで育てたな。お互いに放棄し合ってお愛子にすればいいのに。死ななきゃ放棄できない。相続権は死なない限り発生しないので、死んでからでないと放棄できない。ただし、遺留分放棄は生前でも家庭裁判所に認められればできる。だから父親が遺言書で相続は妹だけに限ると、相続権を限定しておいて、かつ姉が遺留分放棄を生前にしてたら、遺産は妹だけに行くようになる。ただし、家庭裁判所が遺留分放棄を認めるには、それなりの合理的理由が必要となる。いろいろ詳細が気になるな。10歳で自ら父を選んだとして、そこから連れ戻すなりの悶着はあったのかとか、今妹は何歳で、この間交流は一切なかったのかとか、そもそも離婚の原因は何だったんだが知らない理由があったりはしないのか。父の方は裕福だから、母子家庭のうちの遺産なんかいらないと思う。妹にしてみれば、それまで住んでた家からボロアパートに引っ越しはショックだったと思う。父の家は近所からホワイトハウスと呼ばれてたくらいだし、うちも今は貧乏ってほどではないから、お互いに遺産のやり取りはしたくないよ。とりあえずは遺言だな。お金は生前に毎年贈与。そりゃ実質縁が切れてるなら、妹の気持ちもわからないことないな。妹が父の介護とか面倒を見ればなおさら。